機能はどういったものなんですか？はい、こちらはですね、握っている場所の力と場所を検知してそれを UI に応用する、そういった機能になります。では実際にやってみましょう。はい、今ここにスマートフォンがあるわけですけれども、はいはい、力をちょっと入れると、あ、起動しましたね。はい、さらにもっと力を入れると、あ、ロックも解除できましたね。はい、でこの状態で例えば片手が使えない状態だとして、ブラウザを押したいんですけども届かない感じですよね。はい、例えばこんな時に使いたい機能を握るということで代替することで利便性が上がると、そういうふうに考えています。これはどこを握るとどういう操作ができるっていうところの設定っていうのはどういうふうにやってるんですか？はい、好きな場所を握っていただいてというふうに登録ができるんですね。例えば今はここでしたけど、例えばブラウザは自然な握りがいいなと、そういう設定は可能です。ただ今回に関しましては、皆様に分かりやすく触っていただきたいので、上中下というふうに簡単にさせていただいてます。なるほど。ちなみにこれ、握り方、握る場所で操作の設定も今可能ということだったんですけど、はい、握る圧力なんかも感知するんですか？はい、見ているので、まあ、ユーザー自身が登録する場合は強めでこの機能、弱めでこの機能というのも可能ですし、それが実際じゃあどんな風になっているか見ていただきたいと思いますが、はい、サーモグラフィー、あー、ちゃんと強さが分かるんですね。はい、例えば強さだけではなく、例えばこう持てば当然変なところにちゃんとつくわけです。なるほど、それで操作を、はい、設定できるってことですね。そうですね。はい、なるほど。これどんなシチュエーションで役に立つんでしょうね？はい、こんなシチュエーションだと思います。これですね、日本はこれですからね。こうです、こうです。スマートフォンとかタブレットをですね、より使いやすくするという要素技術がいろいろ展示されておりますが、こちらは、タブレットを画期的に使いやすくする、新しい技術があるということです。これどんな、技術なんですか？はい、今回視線を使ってですね、操作ができるタブレットになってます。はい、今回画面の下にカメラと赤外光の照射装置がついてます。これを使って、顔にですね、赤外光を当てて、目の位置をカメラで、検知いたします。実際にちょっとやってもらってもいいですか？はい、これは今電子書籍の画面ですね。そうですね、今私が見てるところにこの緑のポインターが当たってます。これで今、アプリケーションを閉じることもできますし、前のページに今私は戻ってます。すごいですね、あの、はい、手で触れずに画面今めくってます。まあ、文中にこういう遺憾とか難しい単語をですね、長く見つめると、まあ、右側に意味を出すとか、こういったことも可能です。はい、なるほど。でこのアプリを閉じる際は右上のバックを見ていただきますと、終了しますか、イエスのイエスを見ていただきます。そうするとアプリが終了いたします。長く、同じところを見つめることでクリックするのと同じ操作ということですね。はい、そうです。今回秒数を設けてですね、はい、2,3 秒程度見ていただきますと、そこを選択するような形になってます。はい、ゲームなんかもできるんですか？はい、あの、このシューティングゲームをですね、私が見ているところの風船が割れていく形になります。でこちらも終了する際は右上の終了ボタンで終了することが可能です。なるほど。これはどういったシチュエーションで役に立つんでしょうか？はい、あの、このようにですね、電車のつり革を持っている状態、やっぱりこれですね、はい、もう日本らしいと思うんですね。はい、タブレットを持って、今までタブレットは両手じゃないと操作ができなかったわけですが、今回片手でですね、操作が可能です。荷物を持ってても、まあ、片手が当然塞がりますので、こういったシーンで活躍することを期待しております。なるほど。今、あの、先ほど例えば電子書籍めくったり、まあ、いわゆるタップするのと同じ、はい、操作というのができましたけど、はい、その他にも機能あるんですか？はい、このようにブラウザーを利用することも可能でして、見てる方向にスクロールが可能です。今上見てます。はい、はい、あとはズーム
ですね、まあ、拡大縮小を行う際に、まあ、その拡大縮小を行いたい場所を見ていただきまして、画面を上にすると拡大、下で縮小です。なるほど、あの手で操作する部分と併用して、はい、機能を持たせているわけですね。そうですね、あの今回技術的には長く見ることによってそのリンク先に飛ばすとかですね、そういったことも可能なんですが、読んでる最中にリンク先に飛んでしまうとですね、使いにくくなってしまいますので、あえてこれは持ってる手で簡易的な操作というふうな、まあ、あの割り振りをさせていただきました。スマートタブレットというのはどうしても両手で操作しなきゃいけないというイメージがありましたよね、はい、この技術的に、タブレットの使い方、使いやすさを向上させますね。ありがとうございます。あとはあの、手の不自由な方とかですね、そういった方々にも今後あのこのタブレットにアクセスするのをですね、もっと簡易的に、この視点技術を使って行えるようなものに、役立ったらと思います。はい、あのテレビ電話のを画期的に変える新しい技術があるということなんですけれども、どんな技術なんですか？はい、これハンドフリービデオフォンという名前なんですけど、あの今までのいわゆるモバイルテレビ電話ってこういう風に端末を手で持って自分自身を映し続けなくてはいけないので、これ結構しんどいんですね。なので、我々は手に何も持たずに自分撮りができないかっていうのを考えたんです。じゃあどっから撮るかっていう話なんですけれども、最近あのいろんなところでメガネ型端末っていうのがあの紹介されてますけど、はい、せっかくメガネかけてるんだったらそこから自分撮りできないんじゃないか、できるんじゃないかというのを考えました。でどういうことかというと、これがそのプロトタイプのメガネデバイスなんですけど、このちょうどフレームの部分にいくつか小さい黒いものがあります。これがものすごく小さな超小型の魚眼レンズです。で画角が180度あります。でこの、 あのいくつもフレームについたあの超小型の魚眼レンズで、装着者の顔自身を撮ります。でさすがの、まあ、魚眼レンズといえばこんだけ近い と、顔の一部分しか撮れてないし、でしかもかなり歪んでます。でそれを組み合わせて、で、歪みを取って、で人間の顔なり上半身なりを合成して出しましょうというのが。なるほど。で今こちらに実際にかけていただいている方がいらっしゃるわけですね。はい、これがあの今映っている、カメラが撮影している画像がこれということなんですね。そういうことです。であの見ていただければ分かるように、かなりこれあの顔が映っているのがめちゃくちゃ歪んでますよね。はい、あの昔 の、 あのデカハナ写真集みたいなあの画像になっちゃってるわけです。でこの歪みを取って、このように顔に貼り付けてるわけです。ただ、まあ、悲しいかな、現状のカメラ、これ 720p のカメラ使ってるんですけど、まだまだ解像度では足らなくて、なので特に上下の部分なんかもかなりひどまされちゃって、ちょっと見るに耐えない状態になってるので、まあ、しょうがないので一番解像度の高い使えるところだけをあの目の周りの部品を、貼り付けてるわけです。使ってるわけです。で見ていただければ分かるように、特に目を閉じた時のまぶたの上のあたりとか、かなりこのプルプルしてるあたりリアルなんですね。でこれがあのいわゆる CG ベースのアバターとかあのセカンドライフなんかのシステムだったら、ここまでリアルにはさすがに出ないんです。でなぜかというと、やっぱこれリアルな画像を伝送してるからです。だからあの、まあ現状カメラの解像度の関係で口の周りとかの上半身とか映ってはいるんですけれども、使えてはいないんです。ただ将来カメラの解像度がすごく高くなれば、こういうのも使えるようになって、どん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 使える範囲が増えていくと。あくまでこれは目指しているものはテレビ電話ということなんで、あのなんか背景とかもちゃんとこれ映ってますよね。そうですね、はい、あのこのオレンジに見えているのが、リアあのメガネ型デバイスの後ろ側にもカメラがついてまして、でこれがリアの背景を撮ってます。なのでこういうふうにあの背景が変化すると、そのままリアルタイムで映ります。なのであたかもここら辺に仮想的なカメラがあって、彼をこうやって撮ってるような画像っていうのをあの生成することができるわけです。やはりあの今回こういったテレビ電話、はいはい、例えばパソコンで今、はいはい、あのビデオ電話とかっていうと、はいはいはい、モニターの上にこうカメラがついて、はいはい、割とは今自然に皆さん使われてると思うんですけども、はいはいはい、あえてこのメガネで実現しちゃおうというのは、あの、普通のお家だったら別にあのウェブの電話で、カメラあそこにあるからそれでいいんですよ、はい、で結局あのモバイルでのっぱるの真ん中で何もないところってどこにカメラを置くんだ問題があるんですね。だから我々結局モバイルの会社なんで、あの本当に世界中のどこであっても同じように使えなきゃいけない、それ単体で通信ができて、そうです、モバイルというところを目指してるんですね。なのであの実はあのこのメガネ型デバイスっていうのは、将来あの今の携帯電話というか、これ箱型の手に持って使うもんですけれども、そうではなくて、将来の一つ の、 あの携帯電話の形として、メガネ型のデバイスが携帯電話であったら何ができるんだっていう世界を考えたときに、じゃあこういうのもできるんじゃないですかっていう提案です。なるほど。
これもし商品化ですか、はい、されるとしたら何年後くらいでしょう、かなり難しい、少なくとも現状レベルではなかなか今すぐというわけにいかないんです。で一番大きなのはカメラの、高画素化と小型化なんですね。で今でもこれ使ってるのが世界最小レベルの、最小クラスの魚眼レンズのカメラなんですけど、これでも全然画素数足りないんですよ。だから今ちょうどその、世間的には 2K、4K、8K って言ってますよね、はい、だから将来的にはああいう 8K のカメラがもしここにいっぱいつくようになったら、こういうのが実際にできるようになるんじゃないかっていうぐらいのスパンで考えて、当然通信速度も速くなっていく、そうですね、でそこはドコモにお任せくださいって言うんですよ、はい。